藤武氏藤武氏は元 WBAWBC 世界スーパーライト級王者。ハワイ準州ホノルル出身の日系3世。国籍はアメリカ合衆国。日系3世としてハワイで出生。幼稚園時代にエディタウンゼントのジムで毎日のように遊ぶ。ハワイ州のハイスクール卒業。卒業後、米軍人となった。アメリカ合衆国海兵隊員として 米軍横須賀基地や山都市の米軍基地などに配属されていた。海兵隊時代もアマチュアでボクシングをしており、以下の戦績であった。プロレスラーの力道山は現役時よりプロボクシングへの進出を計画していた。当初は力道山自身が弟子にボクシングを仕込み、プロデビューさせるつもりだったが、力道山のボクシング進出に合わせて日本ボクシングコミッションが規定を変えたため、 彼自身は会長にもトレーナーにもなれず排除された。しかし自らの名を冠した力ボクシングジムを設立し、自ら所有する都心一等地のビルに置いた。そしてジムの会長は力道山の子飼いのものとした。しかしその会長自身は格闘技経験がなく、教えることができない。そのため昭和37年に当時ハワイでボクシングトレーナーとして、 実績のあったエディをほぼ強引に連れてきて、トレーナーとした。エディは、生涯に6人の世界王者を育てたが、その最初の作品が富士である。富士が海兵隊を現地除隊後、旧地のエディの引きでボクシング入りさせ、同事務に所属させたのである。1965年日本王者。1966年東洋王者。翌1967年世界王者。斬新な、 デンプシーロールもさながら、荒々しいファイトスタイル、ハンマーパンチの異名を持つ強打で7割を超える、障害孤立を誇る。富士がボクシング入りした時は、力事務会長は、力道山の個人秘書である、吉村義雄に代わっていた。富士は日本語を話せない歴奇とした、アメリカ人である。しかも、米軍族であった。しかし吉村らは富士を、日本で人気者にするためむしろ、 日本人としての一面を強調すべきと考え、片言の日本語で、岡山のおばあちゃん、見てる山と魂とコメントする、要指示。世界王座獲得後に藤はこれをマイクの前で絶叫し、日本人の心を打った。なお、このおばあちゃんはハワイ在住であるが、この試合の日は日本の岡山を訪れていた。しかし視聴者は、藤の祖母はずっと、 日本に住んでいるのだと勝手に取り違えて、親近感を深めていった。大和魂は当時日本国内で流行語にもなった。ただし吉村らは、勝っても兜の糸口を閉めよと教えたが、藤はあろうことか、勝っても兜ってもお閉めよと間違えていってしまう。これもかえって好感を持たれ、日本で流行語となった。藤が、世界王座を取るとともに、 電気や映画が極めてタイミングよくリリースされており、関係者によって総合的なメディア戦略がなされていた可能性がある。1967年11月16日の世界、大座防衛戦のテレビ視聴率は47.9%。実際にはビジネス感覚が鋭い男で、ジムと金銭面での対立が絶えなかった。力ジムがいくら抜いていたかは不明だが、通常、 ボクサーのギャラは、それが、芸能の仕事等であっても所属ボクシングジムが33%を、搾取するとされる。桃竹遺族の収入は、ジムの上がりしかない状況であり、両者とも引くに引けなかった。その対立がこじれ1968年に試合を拒み続けた挙句に、引退届を一旦出している。世界王座陥落後の九百七十年、試合直前でありながら、 突然の出場拒否。事態を重く見たコミッションにより、無期限試合出場禁止の処分を受けた。そのまま藤は永久に復帰しなかった。その後かなり時間を置きくキックボクシングに転向し、試合を行った。第1戦の対戦相手は、刀剣士。藤は4度のダウンを奪い1ラウンド1分30秒で、ご勝利。第2戦は、黒崎健二門下で、 彼の目白事務所属の大手ミノルと対戦したが、引き分け、この試合を最後に再びリングを去った。これらの模様は1978年11月公開の映画、四角いジャングル格闘技世界一にも収録された。その後ハワイに帰国。作家、安倍ージのルポ、殴る殴られでは、名ボクサーが引退後いずれも悲惨な境遇になっていることが指摘されているが、 藤武氏はその中でも例外的な成功例として紹介されている。息子を立派に育て上げ一流大学を卒業しよい、企業に入った。悠々自適の人生であると、1996年に日本に再度転居。1年間、福島県の岩き競泳ボクシングクラブ会長を務めた。2002年7月、茨城県水戸市に水戸ボクシングスクールを開業。 同事務は、日本ボクシングコミッションやボクシング協会に加入せず、アマチュア、特に、子供たちに指導を行った。2015年に廃業。2015年、東京マゴメのエルコンドルベロスジムの特別トレーナーに、就任する。最終戦績38戦34勝3敗1分1敗。ありがとうございます。